はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので早速晩酌やっていきたいと思います。今日はね、こちら豚タン安かったんですよ。これで1パックでね 260g あって228円、税抜きですけどもね、228円。これ結構ね、ずっしり量があってね、これでね、228円、もう税込みでもいくらだろう、250円ぐらいですかね。ちょっと私あんまり計算早い方じゃないんでね、ちょっとあれなんですけども、安いですよね。この分量でこの値段だったら安いなと思って買ってきたんですよ。もうちょっとね、つゆが出てきちゃってて、なんで早めに食べようかなと思って、今日これでね、ネギ豚タンのネギタン塩やっていきたいと思います。それとあと、まあ豚タンだけで足りると思うんですけども、このね、鴨、青森のね、津軽鴨っていうね、鴨がちょっとまだ 30% 引きで売ってたんで、一応買ってきました。足りなければね、これ食べようかなと思ってたんですけども、多分豚タンだけで足りると思うんですけど、まあ一応ね、買ってきたんで用意しました。まあこれた、ね、今日食べなかったら後で鴨南蛮そばでもね、お昼ご飯とかに作って食べてもいいんでね、まあ一応持ってきました。とあとはまあ野菜焼きとか、まあ細かいのね、細々としたやつね、あといつもの野菜サラダ、そんな感じですね。ではまずはじゃあスキレット予熱してからにしようかな。でいつものね、新富士山のね、スライド式のガストーチ、あ、ちょっと待ってください、ちょっとね熱くなるんで、お酒の類をちょっと逃がして、この辺も熱くなりそうだけど見切れちゃうからな、画像、動画が見切れちゃうと面白くないんでね。よいしょ。ではこの余熱してるうちに、今日はお酒はね、金宮用意しました。焼肉なんでね、ちょっとね、金宮でいきたいと思いますね。まずは金宮をね、先に注いで、こんなもんかな。で、ホッピーね、黒ホッピーを用意しました。ちょっと飲みたくなったんでね、ホッピー、時々飲みたくなりますよね、ホッピー。では今日はホッピーと金宮でね、ちょっと待って、すごい、よいしょ、開いた、いきたいと思います。この組み合わせじゃないとね、シュワシュワと注いで、おお、いいですね。じゃあね、軽くかき混ぜといて、では今日もね、一日皆さんお疲れ様でした、ね、シュワシュワ、ホッピーのシュワシュワでね、うまそうですね。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあお先に失礼していただきます。乾杯、シュワシュワで乾杯、いただきます。うまっ、あー、うまっ、あ、黒ホッピー美味しいですね。ちょっとこう黒糖みたいな風味があるんですよね。黒ビールとかもなかなかね飲めないんで、黒ホッピーだとね、カロリーも低めで、プリン体とかもねないんで、糖質も低糖質ってことでね、安心して飲めるんでね、メタボの、ね、お父さんの味方ですよね、ホッピー ね、 ね、安いですしね、飲み屋さんで生ビール頼むんだったらね、ホッピー頼んだ方が全然安いんでね。では、あ、だいぶいいかな、もう余熱も。ではちょっと油を引いといて、よいしょ。ではじゃあ野菜焼きは本当のもうあり合わせの椎茸とかぼちゃとナスしかないですね。あ、なんか傷んでんのかな、大丈夫かな、ナス大丈夫かな。じゃあちょっとこの
かぼちゃもね、もう早く食べないと。な、ナス大丈夫かな。なんかちょっとこんな感じになってるんですけど、傷んでるわけではないのかな。なんかちょっと気になりますね。なんか傷んでるわけではないのかな。では、豚肉ね。豚のネギ塩焼き豚タン、これを焼いていきたいと思います。あ、ちょっと待ってください。今開けますね。ちょっと開けにくいんで。よいしょ、開きました。おお、こんな感じですね。たっぷりあるんでね。早く食べないとダメかな。ではお肉ね、切り返して、まだ焼けないかな。なんか塩がすごいですね。塩がすごい多いですね。ちょっとこっちの野菜も、しっかり火通さないとね、ちょっと怖いんで。どうかな、もういいかな。ではちょっとおネギ用意してきたんで、おネギを乗っけて、ネギ塩にね、豚のネギタン塩、こんな感じで。じゃあ一口目いただきます。おいしい、おいしい。そんなにあれですね、味付けもしょっぱくなくていいですね。ちょうどいい加減です。おいしいね、シュワシュワね。富士山、おー、すごい琥珀色の富士山、綺麗ですね。ね、シュワシュワ、ホッピーのシュワシュワ飲んで。では、そういえば野菜の味付けするの持ってこなかったな。どうしよう。まあいいや、とりあえずちょっとまたお肉焼いとこうかな。いっぱいあるんでね、お肉いっぱいあるんで。どうしよう。ちょっとじゃあ先に、もうこっち揚げないともうダメだな。ちょっとこっちに避難させてね。ちょっと椎茸焼くだけ焼いといてね、野菜。
時間かかるんで。で、野菜サラダ、これもトマトがもうねかなりやばい感じなんでね、今日食べちゃわないとね。で、リケンさんのね癖になるうま塩ドレッシング、これも昨日食べるつもりで作ったんですけども、昨日お鍋にねお野菜たくさん入ってたんで無理に食べないでね今日に回したんですよね、このサラダ。じゃあね、モランボンさんのジャンね、今日はこれでいきたいと思います。あー、かけすぎた、あーちょっとかけすぎちゃったな。あー、お肉は気になるし、よいしょ。ではサラダね、トマトからいきたいと思います。よいしょ、トマトからいきます。で、成長さんのサラダチキンだったかな、これもうちょっとよく覚えてないですけども、これは買ってきたあれですね、半額で買ってきたキャベツのこうサラダみたいなの使ってます。今日は一日天気予報は雨降らないとか言ってたのに雨降ってきちゃって、もうまたねちょっと出かける予定あったんですけども狂っちゃってね。ほんと車ないと不便ですよね。バス使えってね、バスもお金かかるんでね。おいしい。あ、焼けてきたかな。バス代だってバカならんでね、自転車乗れるうちはね自転車乗って節約しないとね。なあ、じゃあ、焼けてるから食べちゃおうかな。うまくつかめないな、こぼれそう。じゃあ豚タンいただきます。ネギと一緒に食べると美味しい。じゃあね、ホッピーね。じゃあまたおかゆ作って。あ、ちょっと一回火消そうかな。じゃあ君はね。よいしょ。ちょっと一回火消そうかな。これは焼けてきてるかな、どうだろう。スキレットは余熱も結構すると思うので一回火消して、でどうしようかな。じゃあ、あーどうしよう、さっきの野菜食べたいんだけど味付けるの持ってきてないんだよ。あー、じゃあこれいこうかな。これね、卵の握り、5貫でね250円だったのね、買ってきました。うちの母がね卵のねこの握りの寿司好きだったんでね、ついね買ってきちゃったんですよね。なんかねうちの母のね好物とか見かけるとね、たまにこうついつい買ってきちゃうことあって ね、それも食べ過ぎの原因の一つなんですけどもね、今までの習慣で
ついね、もうあこれうちのね母が好きだ好物だなと思うとね買ってきちゃうんですよ。ではね、卵のお寿司、卵のお寿司ね、ピントあってかな。今日もちょっとねエビのラーメンとかね売ってたの、安く売ってたのつい買ってきちゃってね、うちの母エビ大好きなんでね、そういうのも買ってきちゃってて、じゃあいただきます。うん、卵のお寿司美味しいですよね。うん、では日本酒ね、五郎八、前にあの瓶に入ってた五郎八ね、うちの動画で紹介して飲んだと思うんですけど、缶に入ってるやつが売ってたんで買ってきました。でね、これアルコール度数がね21度ってなってて、あの瓶の五郎八より度数ちょっとだけ高いんで、中身もちょっと違うのかななんて思って買ってきました。なんかいろいろこう書いてありますよね。あの気になる方はあの一時停止して読んでいただければと思います、ね、そんな感じでいろいろ書いてあります。では五郎八を開けてよっ、おチョコ用意してなかった、チョコチョコ、じゃ濁り酒ね、よっ、どうなんだろう、瓶の五郎八とやっぱ違うのかな味。では早速ね、卵のお寿司に合わせて濁り酒五郎八いただきます。うん、あすごいな、21度あるとちょっとね、焼酎でもね、あの軽いのは20度、ね、焼酎はありますからね、そのぐらいの度数あるんで、うん、あいいですね、ずっしりくる感じで甘くてね、甘いけど甘ったるいってほどではないです。うん、これも美味しいですね。うん、瓶の五郎八と違いどうなんだろう、ちょっと分かんないですね、私の舌だとそこまでちょっと違い分かんないですけども、いやすごいね、やっぱり度数が高いんでね、きますね、こうずっとこうね落ちていくね、あの喉のこう食道ずっと落ちていく感じ分かりますよ。うん、ではじゃあここでウイスキー行こうかな、ファローですね。今日またウイスキー向きのつまみが何もないんで、ここでもうロックで飲んじゃいたいと思います。果物を買って、あの半額でパインね、カットパイン買ってあったんですけども、今日またあのキムチもね、これね最後ね食べちゃわないとね食べられなくなっちゃうんで、キムチつけて結構ねちょこちょこ食べるものあるんで、果物はねまた今度にしようと思ってねつけなかったんで、ではファーローですね、ロックでいただきます。うん、おいしい、やっぱりなんかこうウイスキーに合うつまみも一品欲しいですよね、ちょっと寂しいですよね。うん、果物以外でなかなかね、ちょっとしたこうつまみであのウイスキーに合うものってなかなか思いつかないですよね。うん、うん、おいしい。ではじゃあどうしようかな、さっきのねかぼちゃ、かぼちゃとナス焼けたやつね、かぼちゃとこれキムチのっけて食べちゃおうかな。ちょっとねか、あのおナスにキムチのっけて、これでちょっといただいてみたいと思います。ピント来たかな、
焼肉のタレ持ってきてるんですけどもね、タレを入れる入れ物が器がないんですよね。じゃあこれでいただきます。まずくはないけど、やっぱり焼肉のタレかなんかで食べないと美味しくないですね。じゃあね、かぼちゃもこのまま食べても甘みあって美味しいと思うんで、かぼちゃいただきます。ちょっとまだ硬いですね。でも、甘みあって美味しいですよ。じゃあシュワシュワ飲んで、やっぱりちょっとカモは今日はカモまで回らないかな。あ、でも一切れぐらい焼いて食べてみてもいいかな。じゃあちょっと火つけてね。一切れだけ焼いてみましょうかね、せっかくなんでね、つがるかもね。ちょっと今開けますんで、じゃあ鴨ね、つがるかも、こんな感じですね。これすごくね、癖がなくてね、すごい美味しい鴨なんですよ、この鴨肉。焼肉にして食べても全然美味しいんで、この辺きれいにちょっと剥がしてね、よいしょ、よっしゃ。じゃあこのおこげ取ったところで鴨肉を1枚焼きましょうかね。ああ、ちょっと動画の尺が足りなさそうだけど大丈夫かな。ではちょっとね、ひっくり返してみますね。味付けはクロセのスパイスをまた持ってきたんでね、クロセのスパイスをちょっとかけて、焼いたおにぎね、鴨の油で焼いたおにぎと一緒に食べれば美味しいんでしょうけども、ちょっとなかったんでね、鴨肉におねぎ乗っけて、裏側お見せしたいんですけども、こんな感じですね。ちょっとおねぎがね落ちちゃうんで、これでいただきます。あ、豚よりカモの方が美味しい。ではね、あとはね、動画かアニメかなんか見ながらね、晩酌続きまたねやっていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。明日またね、動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあホッピーのシュワシュワをちょっと飲んで、ではね、今日のところはこの辺で締めさせていただきたいと思います。